空飛ぶ捜索医療団アローズのプロジェクトリーダーの稲葉元隆です。ここはですね、今患者さんを一時的に収容する、コロナの患者さんで、行き先がない方、もう病院に、搬送ができない方を一時的に収容して、酸素とか応急の医療処置をする臨時のスペースをもう何もないところから立ち上げました。ただの駐車場だったところから、県の職員さんとか DMAT の人もうみんなでこう協力してですね、ここを、一時療養所にするということがやっと完成して、今日ギリギリ間に合ってこれからスタートするところです。少しでもですね、自宅で苦しいまま放っておかれる方、そういう方がないようにここで患者さんを引き受けて、自宅での死亡とかそういうことがないようにしたいと思います。それがひいては医療従事者現場のですね、病院の助けにもなるし、救急隊員の助けにもなるということで、ここで、しばらくこれから毎日私たち泊まって、夜勤をしていきますけども、役に立てるようにというふうに思っています。